どうも島谷製作所もうこれでファーストテイク、ちょっと、はい、島谷製作所をご覧の皆さん、島谷ひとみです。はい、今日も、もう帰ろうかな。今回のね、はい、あのセカンドテイクなんでもう止めません。このまま行ってくださいよ、全部すいません。はい、はい、島谷製作所をご覧の皆さん、島谷ひとみです。そして今回もギタリストの梶原武雄さんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。今回のセカンドテイクは「お日だまりの歌」、おこちらに挑戦したいと思います。懐かしい名曲でございますね、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、初めて歌う？あ、子供の時は歌ってたよ、うん、カラオケボックス。なるほどね。でもね、うん、全然歌詞の意味分かってなかったから、まあ、こんな切ない歌だと思わなかったよね子供にはちょっとね、難しい歌詞ございますけどね、うん、さて今回初めて歌ってみて、うん、この曲のなんて言うんだろう、ひとみちゃん的な、うん、歌い方、歌唱法のポイントとかってありますか？ポイントね、この歌はなんか半音下がったりとか、うん、って急に上がったりとか、うん、そこのその、メロディーのその流れをすごい私は気にしてて、半音下がるとか半音上がるっていうところを、はいはいはい、私は割と裏声っぽくしたりとか、うん、そこで表情をつけている感じ。なるほどね。秘密よ。いやら秘密を聞いてしまいました、ね。わかんないけど、でも自然とね入っていく、うん、この歌。うん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 。確かに気持ちいいよね、このふわっとした感じのメロディーね、うん、なので切なかったわ。この曲を歌いたいなと思ってる視聴者の皆さん、今のねひとみちゃんポイントとか参考になればいいかな、なるといいけど、はい、ぜひ歌ってみてください。はい、今回は日だまりの歌でした。はい、またお会いしましょう。
んな感じで。まるっと2番歌わないだけで結構歌う感じになっちゃうね。うん、それ歌うと。そうだね。いいっすかね。だとすると、うん、Dメロ行って、Dメロ行って1回だけ歌う？そうしようか。ここやめようか。うん。つくんだよね。あ、私が間違えてました。島谷製作所チャンネル登録よろしくね。